試合開始を前にしたスタジアムには独特の雰囲気が漂い始めました。フォルクスワーゲンアレーナへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。ドイツからお送りするブンデスリーガの一戦、ボルスブルクがレバークーゼンと戦います。これは面白い組み合わせになりましたね。早速試合の方を見ていきましょう。こちらがボルスブルクの先発メンバーです。攻撃的な 3-4-3 です。守備のリスクは大きくなりますが、パスを回しやすいシステムです。こちらがレバークーゼンの先発メンバーです。ゴールキーパーはフラデツキー、スターリングとベララビが中盤のワイドな位置、前にはストライカーを1人置いています。この選手が攻撃の軸となりそうです。ボルスブルクは2015-16 年のシーズン、ウェファーチャンピオンズリーグに出場してベスト8まで進みました。はい、ただその次のシーズンでは調子を落として、あわや降格というところまで行きましたね。ボルスブルクボールで試合が始まります。自陣内で相手のマークに合っています。ここでボールを取り返しました。パトリック・シック、ピンチを抜け出せるか。ここは大きくクリア、チャンスでした。相手に当たりピッチの外へ、スローインです。アランギス、ここはブロックで防ぎます。パトリック・シック、裏も見えていたのか。最初から試合が動きそうでしたが、得点を決められません。まだ序盤ですが、チャンスは確実に決めたいですね。ルベン・ロフタスチーク、素晴らしいタックルです。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。高い位置でインターセプトします。さあどうする、クロスはマイナス。これは見事なセーブです。キーパーがよく見ていました。これは見事なインターセプト。お、シュートチャンス、ゴール、先制点です。何度も相手のゴールを伺うようなシーンが続いていましたが、ついに得点につなげました。何度見てもこのシュートを止められるとは思いません。この距離では外さないでしょうしね。監督もリードを奪えたことに満足しているようです。ここからさらに流れをつかめればいいですね。レバークーゼンのリードで試合が再開されます。このままレバークーゼン勝利といきますでしょうか。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。中に入れたいところです。タックルでボールを奪いましたが、ゴールラインを割ってコーナーです。キーパーが軽々とさばきました。ムダブ、
これはいいタックルです。ボールを奪取しました。スターリング、ファーサイドへクロスが通ります。おっと、これを止める、キーパーのファインプレーです。あのシュートに反応できるなんて大したものですよね。今のは素直にキーパーを褒めましょう。クロスで狙ってきましたが、ここはキーパーがキャッチ。スターリング、どこで勝負に出るでしょうか。ゴール、さらに相手を突き放します。これで2点差。リプレイを見てみましょう。すべてはこの突破から始まりました。この距離なら外す方が難しいでしょう。落ち着いて決めましたね。監督の様子ですと、試合後のロッカールームは激が飛ぶ予感がします。ここでインターセプト。今のところポゼッションはレバークーゼンが上回っています。自分たちのペースで試合を進めていますね。この状態を維持している限り負ける要素はないでしょう。いいところでインターセプトしました。ボールを奪い返しました。カウンターを仕掛けるチャンスです。裏を狙ったパス、通ればチャンスだ。フラデツキーのセーブ、まだインプレーです。ロフタスチーク、ここから中に折り返したい。このチャンスは決めてほしい。喜びの束の間にして再びゴールを奪わねばなりません。映像が来ました。クロスの精度が非常に高い。そしてうまくヘディングで合わせました。冷静なフィニッシュです。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。ボールをキープできるか。パトリック・シック、スターリング、キーパーの飛び出しが見事でした。ボールを抑えています。カットします。このミスは痛い。相手にパスを出しました。ここは味方を使います。これは打つしかない。誰もいないゴールへシュートを決めました。冷静なシュートではありましたが、逆にキーパーはどうしてしまったんでしょうか。ガラ空きのゴールへボールを流し込んでいます。絶好のチャンスでしたね。こういうシュートは外しようがないでしょう。監督の喜びが伝わってきます。このゴールで追いつきました。攻撃陣が好調なアウェーチームですが、前半も レバークーゼンボールで後半開始です。インターセプトしました。
ここは効果的なプレスですね。うまくボールを奪取しました。スルーパスをカットし危機を回避しました。カウンターアタックに入るか。カウンターへの対応が遅れているようです。止めた。フラデスキーが目の前からのシュートに超反応を見せました。ようやくチャンスが巡ってきましたね。得点の予感にサポーターも盛り上がっています。このコーナーを勝ち越し点に結びつけたいですね。完全にフリーだ。パトリック・シック。さあどうだ。これはいいボールだ。残念ながらゴールにはつながりません。ルベン・ロフタスチーク。これは絶妙なスルーパス。決まった。逆転ゴール。先ほどまでのビハインドが嘘のような展開です。リプレイが出ます。このクロスが決定機を作り出しました。そして最後はうまく頭で合わせました。厳しい顔をしていますね。同点に追いつかねばなりませんが、何か作戦を変えるのでしょうか。キックオフで試合再開です。レバークーゼンは苦しい状況を打破できるでしょうか。パトリック・シック。味方をうまく使います。一度クリアしたい状況ですが、ここでカットしました。ブダブ。絶好のチャンスです。ボルフスブルグ。ポストに弾かれる。ラデツキーが防いだもののプレーは続いています。ここはキーパーが抑えます。先ほどのシュートに比べれば簡単に処理しました。そうですね。ポストに当たってゴール。映像が来ました。クロスの精度が非常に高い。そしてこのシュートです。ジャンプせずに頭で合わせました。ディフェンスはスペースを与えすぎですね。さらに点差を広げたことで監督の表情にも明るさが見えてきましたね。運んでいます。フィニッシュまで持ち込めませんでしたね。ボールは相手チームへと渡りました。ホームチームのボール支配率が高くなっています。ピッチの中盤を抑えることで試合を優位に運べていますね。このままならさらにリードを広げられるんじゃないでしょうか。激しいタックルです。ゴールの予感のある形になってきました。レバークーゼン。パトリック・シック。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。
ドキッとしましたね。スターリング、アランギスに渡った。マークがいません。飛びついた、スーパーセーブです。あれに反応するとは思いませんでした。最後はキーパーが処理します。ブダブ、ここでボールを取り返しました。見事なタックルです。パトリック・シック、入った、ゴール。これで点差は1点。試合終盤ですが、勝負はまだ分からなくなりました。1点を返しました。これで分からなくなります。ここからのベンチワークにも注目したいですね。リードしながらゲームは終盤に入りました。パスを回してボールを奪わせません。ボールを狙ったタックル、いけそうです。キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。ボールを入れた。キャッチできません。ボールがこぼれた。キーパーが止めました。チームを救うビッグセーブです。素晴らしい反応でしたね。チームがキーパーの今の働きに応えられればまだ追いつけるかもしれません。中を狙うか。パトリック・シック、いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。これはいけません。あっさりとパスカット。試合を止めていた分、アディショナルタイムが2分追加されます。これはレシーバーのミスでしょうね。逆サイドからのパスを受けられず、ボールはラインを割りました。スローインです。このパスは読んでいました。ここでホイッスル。レバークーゼン、無念の敗北です。わずか1点が遠く感じたでしょうね。こういう負けを次に生かすことで勝ちを拾っていけるでしょう。ここでどう立て直すのかが大切ですね。